クワクする、くさ。まず1個目ね。一応開けていこう。とマップも表示するので、場所参考にしてもらいつつ、後で動画でも残すつもりだけど、今見てる人にも、参考になると思うので。開けるよ。一応拾ってってみるか。おお、そんなで登んの？いや、絶対無理だって、俺。こう行って、こっちから。おお、行けた。ちょっと後ろ向きジャンプも練習しよう。ここ、湖左上。一応開けてみよう。二つ目。ありがとう。それがちょっとあれなんだろうな。三つ目でしょ？僕はまあ普通にフラフラしてれば、たどり着けると思うけど、マップ左側。三つ目開けます。今のところ、恐ろしいものは出てきてない。そうだそうだ。ここね。何個目だ？4つ目。これいらないか。まだ大丈夫だね。まだ大丈夫とか、やばいものは出てきてない。あれ？ここ5つ目。まあ、これも普通に歩いてね、見えるから、わかってる人が多いと思うけど、でも案外見落としてるとかもあり得るしね。そうそうそう。あ、そこの建物に2個ある。これもしかしたら気づいてない人もいるのかも。俺最近気づいた。ドライヤーとあと必要だから、もう持っていけないけどね。これで6個目か ?6 個目だね。7個目。カスタムって物資持って帰れるんですか？物資は持って帰れないです。ロストもしないし、持って帰れないって感じですね。取りに行くの怖いんだよな。8。まだ、大したものは出ない。8、9。ここちょっと9個目。ちょっとごちゃになって1個抜けてるような気もしないでもないけど、ちょっと9個目。まだ何も出ない。そこね、そこはまあ登んなくていいか。一応登るか、映しといた方がいいか。登り方というか、大したことはないけど。何個目だっけ、もう分かんなくなった。10個目間違ってたらあれか、動画側作るときに入れりゃいいか。ここが11個目。左下。そやね。まだいいものは出ない。でもね、3個あった気がする。3個なんてない？普通に回ってる人ならわかるか。これはさっき見たよね。あ、そのためにも中身を、あれ開けてない。開けてない。じゃあこれか。え、ごめん。もし被っちゃったらごめんなさい。気のせいかもですが、でした。で、待って。今ので12個目とカウントしておこう、じゃあ。開けてあれば、あれ開けてない。え？わかんなくなった。じゃあもう13個目とカウントしよう。間違ったら、後で。ここも俺、結構後になって気づいたんだな。これじゃ分かりづらいか、場所。まあいいか。14個目。まだ、すごいものは出てない。15。一応マップも落としとく。塀を越えた、左側越えた、さっき。
まだ大したものは出ない。16個目。手紙は出た。1だし。あ、やべえ。はまった。え？リンで抜けたっつだけ。自爆して。グレで自爆。あ、救ってくれるってこと？救援できない？まさか。あれ？え？救援出ない？マジで？これをやったらどうなるんだろう。え、ダメ？ちょっとじゃあ復帰するよ。17個目だよね。中古の位置、森の観覧車6へ横。特に重要なものは出ない。多分18個目。6A の屋根の上。重要なものは出ない。2個ある確証はないんだけど、なんか普通に地面に他に置いてある場所があったような気がしてならないけど、それがここか。やべえ、数がもうわからん。19かな、多分。ここ。これではなく別にね、俺が思ってたのがあったんだけど、気のせいかな。とりあえずこれ。20個目、多分。11個目。リゾートの屋根の上、リゾートの下の段の建物。まだとんでもないものは出ない。これはちょっと見つけづらそうだな。下から見てもちょうど隠れてそうだね。おお、これが22個目。リゾートのテント上。まだ重要なものは出てこない。23。もともとあったとこに壁ができちゃったから、多分同じ位置にあるってことかね、昔と。まだ重要なものはない。23。これ知ってたような知らないような。24個目。ってことはリゾート内に今回もあった感じ4個あるってことだね。25個目。トンネル上。いいものは出ない。26。トンネル横。水。これで全部回ったかなって思うけど、どう？ある？他。どっちにしても時間がないから出なきゃダメか。なんかもし抜けがあるとか、他にもここにあるとか分かる人いたらコメントで教えてもらえると。今この回で回れるかは分かんないけど、
なんかさ、そう考えるとさ、このラインにあんまないってこと？見過ごしてるどっかにあんのかな？でもこの上って結構カスタムの SR 線とかで歩いたけど、見たことないような気がするんだよな。あるかも、ね。探したらあんのかもしれないね。これここにもう1分だもんね。多分通常で回るときにこの今回った26個全部回るのはまず無理だろうね、きっと。よし、ということで一応秋山の隠しスタッシュ順番に巡るって感じでやりました。一応26個、もっとそれ以上あるのかもしれないけど、さっき言ったみたいにもし分かる人いたらコメントとかで教えてもらえたら。あとはここの箇所は一応動画切り抜きというか多少編集加えるなりして、一応後で別の動画、通常の動画かなでアップしようと思うので、で要望あればコメントとか残しておいてもらえたら、あのその動画かでも今のライブでも構わないので、別の場所、港に関してはある程度把握しているので回りつつ、あとは、まあ、製薬会社もちょっと複数人で行けば順番にここにあるここにあるでできるかもしれないので、それもやろうと思うので、要望あればコメントなり高評価しておいてもらうと、そこも数見て判断もしているので。